さてさて、今回は札幌のホテル今昔探検だよ。札幌グランドホテル設立のきっかけは依頼人の一声だったよ。札幌パークホテル、昔の名前はホテル3階でボーリング場もあったんだよ。札幌ロイヤルホテル、センチュリーロイヤルホテルも系列で日本ホテル協会の会長も務めたよ。ホテルモントレ札幌、異色のブリティッシュスタイルホテル、惜しまれつつ閉館しちゃったね。他のホテルも探検したよ。この動画はひろき様、中秀様、笹波優也様、トール小田様、武者吉信様、クラブナビ様、ナナビーマルモ様、ダルマ様、ミックマンブルク様、ダルマ様、モリーサオノリ様、伊藤雅人様、江頭2時51分様、マサ様、M78 クラブ様、マウイハバナ様、中秀様、水105様、マウイハバナ様のご支援で作られています。投げ銭誠にありがとうございます。今回は札幌のホテル今昔だよ。この週末は天気が悪くて撮影に不向きでした。てなわけで Google 様のお力を借りますよ。さて、一口にホテルといっても札幌市内にあるホテルは303施設、客室数は 33,049室もあるよ。このうち中央区には施設数で約6割、客室数で約7割が集中してるよ。今回は地元の人でも利用する機会が多いシティホテルや今はないホテルなんかを探検するよ。それでは行ってみよう。まず最初は札幌を代表するホテル、札幌グランドホテルだよ。すっごい偉い人も泊まるホテルだし、結婚式がグランドホテルって聞いたっけ、気合入ってるなって思うよね。グランドホテルの歴史を見てみようね。昭和3年、秩父宮康仁親王殿下が行啓された時、殿下から日本で冬のオリンピックを開催するならば札幌において国際級の大型ジャンプ台と洋式ホテルを作る必要があるとのお言葉をいただいたよ。そりゃあもっともだってことで、道庁と商工会議所が公平館でホテル設立総会を開いたよ。こうして昭和9年札幌グランドホテルが開業します。地下1階、地上5階建ての建物は当時札幌で一番高い建物だったよ。手前の道は札幌駅前通り、つまり現在の東館のところにあったんですね。昭和初期、人口20万人の札幌に現れたホテルは異国そのものでした。こちらは当時の結婚披露宴の様子です。北の迎賓館と呼ばれていたのも納得ですね。結婚式といえば文金高島田一択だった時代、ウィンドウにはウェディングドレスが飾られていたよ。当時の紳士淑女が集っていたグランドホテル、当然市民には敷居が高かったけど、お手軽メニューの洋食を用意するなど市民に開かれたホテルを目指したよ。戦後、昭和27年まで進駐軍に接収されてたよ。建物にはOfficers Club って書いてあるね。商工クラブって意味だよ。街の案内板も英語表記されてて占領されてるって感じだね。昭和39年、日本は戦後復興を成し遂げ OECD に加盟、先進国になるよ。人々の生活も豊かになり、グランドホテルには巨大サンタの人形が置かれたよ。グランドホテルではクリスマスパーティーなんかもやってたね。この子たちはどこぞのご子息ご令嬢なんでしょうか。昭和41年、現在の本館にあたる新館が完成するよ。同時に悲しい現実が待っていました。昭和9年に建てられた現段豪華な本館が昭和48年に解体されたよ。昭和51年、現在東館と呼ばれている新館が完成、地下1階地上17階建ての高層ホテルになったね。新館の最上階には宴会場が設けられたね。この宴会場、今も同じような感じであるんですね。そして昭和60年、もともと札幌市役所庁舎があったところに別館がオープン。
今みんなが知っているグランドホテルが全て揃ったね。それにしても昭和40年代以降目まぐるしく変化してると思いませんか？何かあったのか？昭和37年札幌グランドホテルは北海道不動産と合併したよ。北海道不動産ってなんだ？北海道不動産とはあの北端が設立した観光業の会社だよ。観光業の社用化を睨んで北端の不動産を活用して観光業に進出するため昭和33年に設立されたよ。しかしこの後北端の炭鉱での事故や閉山が重なりグランドホテルには炭鉱労働者が押し寄せ座り込みされちゃったよ。札幌一の高級ホテルが物々しい雰囲気になっちゃったね。その後もグランドホテルは北端に左右される運命をたどるよ。北海道不動産はコロコロと名前を変えて三井観光開発となったよ。エネルギー政策の転換で親会社北端の業績はどんどん悪くなり三井観光は患者化資金を支援していました。平成7年親会社北端が倒産するよ。三井観光の資金繰りも急速に悪化。平成17年メイン銀行三井住友銀行の支援により200億円の債権放棄を受けるのと同時に投資ファンドと合併し2代目三井観光開発になるよ。もちろん三井観光開発は札幌グランドホテルだけではなくたくさんのホテルや水族館ゴルフ場を運営するリゾート会社。平成19年社名もグランビスタに変えて今までのイメージを一新しようとしてたよね。一方で設立後初めて経営したホテルがグランドホテルだったのでこの会社の源流はグランドホテルなんだと思うよ。平成23年企業再生支援機構による再生計画が発表され宿泊特化型のホテルは次々と閉鎖されたけどシティホテルのグランドホテルは残ったよ。少々お堅い話ですが企業再生支援機構とは豊かな経営資源があるのに借金などでお金が忙しい会社を支援する国が設立した法人。そうした第三者から見てもグランドホテルは残すべき大事な部門と判断されたんですね。平成27年支援機構による支援は完了して現在は富士山系グループの会社が運営しているよ。さてさて札幌にはもう一つグランビスタが経営しているホテルがあるよね。札幌パークホテルです。パークホテルは中島公園の一角にあるよね。なんでさ公園の中にあるんだい？それはパークホテルの歴史に関係がありますよ。パークホテルってほんと中島公園に近いっていうか公園の中って感じだよね。そして駅前通りの突き当たり近くの門から建物までがなかなか離れているよね。どうしてなのかな？昔の写真を見てみると今駐車場のところには大きな建物がありますよ。ここは何だったのかな？東高です。札幌東高校は昭和28年まで今のパークホテルのところにあったよ。東高は歴史ある学校なので名前がコロコロ変わってるけどその前身の札幌区立女子職業学校は明治41年からここにあったよ。あれ？開校してから1年くらいはどこにあったんだ？疑問に思うよね。明治40年に開校した時は札幌都市尋常高等小学校の校舎を間借りしていたよ。その場所は北一条西4丁目。勘のいい人なら気づいたかな。そう、現在の札幌グランドホテルのところですよ。東高があったところには高級ホテルが建つと覚えておきましょう。現在の東高は同立高校ですが昭和30年までは札幌市立の高校でした。つまりその敷地は札幌市の土地でした。パークホテルは札幌市から約6000坪の土地の払い下げを受けて建てられたよ。何して？これまたオリンピックが関係してるよ。当時の原田札幌市長はオリンピック招致には国際ホテルが必要だとして
理工創業者の市村氏にホテル建設を依頼したよ。昭和39年、ホテルが開業するよ。当時のホテル名はホテル三愛。当時の敏腕経営者、理工創業者の市村氏は羽田空港の給油業務を独占する三愛石油の創業者でもあるので、この名前になったんですね。華々しくオープンしたホテル三愛でしたが、思わぬ事態が発生するよ。本業の理工の業績が悪化して株主配当が無配になっちゃったよ。昭和40年、市村氏はホテルの経営権を北端観光開発へ譲渡することにしたよ。北端観光開発とは後の三井観光開発、今のグランビスタですよ。昭和41年、ホテル三愛は札幌パークホテルに改称されたよ。ところでパークホテルにはボーリング場があったのを覚えていますか？パークボールです。こちらは昭和47年にオープンしたニューパークボールですよ。ホテル三愛として開業した時、地下2階には三愛ボールがありました。当時道内最大級の36レーンの本格的なボーリング場だったよ。オリンピックの選手村にはサービスセンターという娯楽施設があります。高級ホテルとしての娯楽施設を備えていたんですね。ニューパークボールは昭和47年オープン。規模は以前の3倍、108レーンもあって道内最大級だったよ。そんなのあったっけ？残念ながらニューパークボールはわずか2年くらいで閉館しちゃったよ。ボーリングブームが収束しちゃったんですね。昭和53年、パークホテルは三井観光開発と合併して理工三愛グループから外れました。三井観光開発からすると借り物物件から自社物件になったわけですね。結婚式や会合でパークホテルに行ったっけ、高級感にワクワクしたよね。平成18年にはエグゼクティブフロアがオープンして、それまでグランドホテルに泊まることが多かった要人がパークホテルに泊まるようになったよね。私たち庶民にとっては、結婚祝賀会で行く機会がある宴会場が平成25年リニューアルしてザテラスルームになったよね。平成31年、パークホテルはヒルトンと提携して建て替えする計画を発表したよ。札幌市は計画する中島公園周辺地区の再開発で、今ホテルが建っているところにマイスを作ろうとしているよ。マイスとは会議、招待旅行、国際会議、イベントの頭文字を取った造語だよ。札幌市は会場とホテルを複合的に開発しようとしてるけど、例の病気の影響で計画は白紙化しているよ。本来だったら令和5年には完成予定だったんですけどね。今後の成り行きに注目ですね。こちらは日本ホテル協会の歴代会長名簿ですよ。明治42年に創立された日本ホテル組合が始まりで、歴代会長にはそうそうたるメンバーが名前を連ねていますね。そんなメンバーの中に異色の名前がありますよ。第16代会長、札幌ロイヤルホテル杉野茂雄。後にも先にも北海道のホテル経営者がいませんよ。てか他の会長のホテルはほとんどが東京の高級ホテル。そんなメンバーに肩を並べたロイヤルホテルって何なんだろう。気になるよね。札幌ロイヤルホテルです。札幌ロイヤルホテルはパークホテルと同じ昭和39年に開業したよ。岩見沢出身でススキノのキャバレー茜の経営者杉野茂雄がホテル経営のため昭和37年札幌国際観光を設立。南七条東1丁目にホテルを建設したよ。かつてはグランドホテル、パークホテルと並び札幌三大ホテルと言われていたよ。平成2年に名称を札幌ロイヤルホテルに変更したね。その内部は絢爛豪華の一言、ここで結婚式を挙げた人も多いよね。杉野氏がホテル協会会長に就任した平成5年、ホテルの売り上げは102億円。館内のレストランは3つ、洋食のルボワール、和食のイサリビ、中華の龍苑があったよね。
ブライダルにも力が入っていたよね。しかし札幌にも本州資本のホテルが進出してくると競争が激化して売り上げが落ちるよ。ロイヤルホテルは生き残りをかけてオリックスとの売却交渉に臨んだけど決裂しちゃったよ。平成19年札幌国際観光は民事再生法の手続きを開始、ホテルは閉館になったよ。その後別の会社が営業を再開したけど平成20年完全に閉鎖されたよ。建物は平成22年頃から解体されてしばらく駐車場として利用されてたね。川を渡るからか駐車料金が安くてすすきのへ行くにはいい駐車場だったよね。平成27年からは林内北海道支店とマンションが建っているよ。全く面影がなくなっちゃいましたね。おいおい、札幌にはもう一つロイヤルホテルなかったかい？そうだね、札幌駅前にあるのはセンチュリーロイヤルホテルだね。センチュリーロイヤルホテルは昭和48年にオープンした高層ホテルだよ。センチュリーロイヤルホテルといえばこれ、北海道唯一の回転レストランだよね。センチュリーロイヤルホテルの運営会社は札幌国際観光。そう、札幌ロイヤルホテルと同じ会社ですよ。なのでロイヤルホテルと同じく平成2年まではセンチュリーロイヤルホテルだったよ。地上23階建て、札幌では古参の高層ビルなので昔はこんな景色が見られましたよ。札幌に高層ビルが少なかった頃から建ってたから異彩を放ってたよね。それにしても大丸がなかった頃の出来前懐かしいね。運営会社が民事再生手続きを開始してもこっちのホテルは営業継続。稼ぎ頭はセンチュリーロイヤルホテルだったんですね。そんなセンチュリーロイヤルホテルは令和6年春に閉館するよ。建物所有者の住友生命かビルの建て替えを決めたためです。おいおい、会社はまた存亡の危機か。センチュリーロイヤルホテルは新天地を見つけていたよ。令和になった最初の日、函館にセンチュリーマリーナ函館をオープンしたよ。日本政策投資銀行と北海道銀行を中心とするシンジケートローンで総額55億円を調達したよ。札幌で育ったホテル、今度は函館で花開くんですね。新しいホテルができる一方、なくなったホテルもあるよね。札幌駅から遠くもなく道庁すぐ近くにあったホテルがありました。現在道庁別館西棟と呼ばれているこの建物、ここに昔あったのは富士屋サンタスホテルです。富士屋サンタスホテルは昭和53年にオープンしたけど平成12年に閉館しちゃったよ。もう20年以上前のことなので資料はほぼありません。札幌市の再開発事業のホームページでは確認できますね。昭和50年代初頭に行われた再開発、当時は大正から昭和にかけて建てられた木造老朽建築物が多いので防火面から再開発すると書いてありました。そんな昔の様子がこちらです。言うほど木造老朽建物多いかって思うけど、確かに今と比べると建物は低いですね。植物園の周りはその地形的特徴から開発が遅れたんですよ。この辺りに富士屋サンタスホテルはありました。すぐ隣は植物園ですが、植物園の東側の道はやけに曲がってると思いませんか？昔はもっと曲がっていました。どうしてなんでしょうか？その昔、札幌の街中にはメムと言われる湧き水が湧いていました。湧き水は小川となり植物園内を流れていたんですね。そして富士屋サンタスホテルがあったところには池が見えますね。当時の西八丁目通りには橋が架けられています。西八丁目通りがぐねぐねしているのは小川や池を避けるためだったのですが、池があった北三条西七丁目は低湿地だったと思われます。なのでこの辺りの発展は遅れたんでしょうね。もう一度昔の写真を見てみると、この辺りは周りに比べて小さな建物が多いですね。
時代を経て周りにビルが見えても木造老朽建物は残っています。よく見るとここに富士屋サンタスホテルの前身富士屋ホテルが見えますね。地元資本の駅前旅館から始まった富士屋サンタスホテルは約22年で幕を閉じたね。さてさて、日本三大がっかり名所と言われている札幌時計台ですよ。時計台そのものにがっかりしてるわけではなくて、超都会のビルの中にあるのがイメージと違うようですね。そんな時計台の近くにひっそりと歴史に幕を閉じたホテルがありましたよ。すみれホテルです。すみれホテルは時計台の裏、北一条西2丁目にありましたよ。なかなか地味なホテルでしたが、観光やビジネスの拠点で活躍してたよね。某銀行の採用内定授与式には毎年使われていたよね。コンパクトな建物だったけど、レストランや宴会場も備えていたよ。すみれホテルは昭和28年誕生しました。この建物は平成6年新築ですが、リニューアルされてて綺麗な建物でしたよね。館内もこじんまりとはしてますが、清潔感と高級感がありました。このロビーを会合や会社説明会なんかで通った人も多いかな。客室99室と大きくはなく、口コミを見ても特徴がないとの評価が多かったよ。レストランや宴会場を備えるシティホテルだけど、どちらかというとビジネスよりでコンセプトが曖昧だったからかな。例の病気で緊急事態宣言が出るとホテルは休業。そしてその扉は開くことなく閉館したよ。令和4年の年末からは解体工事が始まりました。目立たないながらも会合とかに使われることが多かったすみれホテル。私たちが寂しく感じるのは会食の機会が増えてからですかね。惜しまれながらなくなったホテルはまだありますよ。札幌の街にひょっこり現れた近世ヨーロッパスタイルのホテル、ホテルモントレ札幌です。徹底的にこだわったコンセプトはインパクト絶大だったよね。モントレを訪れた人がまずびっくりするのがこの車寄せ。まるでタイムスリップしたかのような錯覚になったよね。入り口は回転ドア風な丸い形。昔風といえば回転ドアですが、安全面に配慮したんでしょうね。内装も近世ブリティッシュスタイル。重厚な雰囲気が別世帯へと誘ってくれましたね。ご覧の通りフロントも落ち着いた雰囲気でした。開拓時代から経ってそうなイメージですが、開業は平成6年でした。見上げた天井のシャンデリアもどことなくクラシカルでした。モントレといえば屋内庭園ウィンターガーデンだったよね。ここで行われたウェディングセレモニーに参列した人もいるんじゃないですか。幾何学的に配置された花壇に咲き誇る色とりどりの花々。記念すべき特別な日のセレモニーにふさわしい場所でしたね。場所を移して開かれた結婚祝賀会。結婚した2人だけじゃなくて、参列した人みんながヨーロッパの古城に来たような錯覚をしたよね。2つあった宴会場、宿泊者にとっては朝食会場になっていたようです。そんなモントレ札幌とも別れの時がやってきます。令和4年の秋、モントレ札幌は閉館したよ。モントレは大阪の会社で全国にチェーン展開しているよ。モントレ札幌は東京、神戸に続いて3番目にオープン。先にオープンしたホテルは建て替えられているので、建物老朽化による閉館って理由も納得ですね。建物を売却するのか建て替えするのかは未定のようです。札幌にあるもう一つのモントレ、エーデルホフは増築してたよね。これがどう影響するのかな。モントレ札幌は新しくできる新幹線札幌駅の真ん前。これからの動向に注目ですね。ところで札幌初の洋式ホテルってどこなのかな。おいおい、ボケてしまったのかい。さっきグランドホテルって言ってたよね。確かにそうなんですが、それ以前に要人が泊まるホテルが実はあったんですよ。宝幣館です。あの中島公園にあるやつかい。あれ結婚式場だよ。
そうだよね。中島公園にひっそり立ってる洋館のイメージが強い豪平館。平成28年にリニューアル工事も完了して、結婚式もできるレンタルスペースになったよね。この豪平館、昔は全然違うところにあったと知ってますか？こちらは昭和31年の豪平館です。周りの雰囲気が今と全然違いますね。ここには川が流れているし、手前には鉄塔がありますよ。豪平館が昔あった場所は北一条西一丁目。そう、今は市民ホールがあるところでした。この川は創成川、鉄塔は建設中のテレビ塔だよ。市民ホール付近だよ。この辺りの昔はどうだったのかな。北一条と大通りにまたがる一丁目にあったのは豪平館です。当時の敷地はとても大きかったんですね。戦後一時期豪平館は進駐軍に接収され、同じく接収された三越が代替店舗として使用していたよ。昭和33年、豪平館は中島公園に移転して市民会館が開館しました。いろいろ説明してるけどさ、豪平館ってホテルってイメージないんだよね。確かにそうだよね。泊まった人いないよね。豪平館は開拓士が設計して明治12年から建築が始まったよ。明治13年12月、豪平館は落成したよ。豪平館最初の宿泊客は明治天皇。明治天皇2度目の北海道巡行の時4日間滞在されたよ。巡行の後は民間に経営を委託したけど、経営は不調で利用は少なかったようです。いつまでホテルとして利用されたかは不明ですが、大正10年には建物が札幌市所有になり、昭和2年には隣接して公会堂が建てられたよ。ここから豪平館は公会堂の一部となったよ。豪平館にホテルのイメージがないのは、ホテルとして使われた時期が短くて泊まった人も少ないからですね。でも明治天皇がご宿泊されていて、宿泊設備、レストラン、大広間が備わっているので紛れもなくホテルですよね。雪まつりでも何度もモチーフになってる豪平館。令和5年の雪まつりでも豪平館の雪像があるようなので、雪まつりの後本物の豪平館見物もいいかもですね。さて今回は札幌のホテルの今昔を探検したよ。いろいろありまして1週間お休みしてごめんなさいでした。皆様からのコメントにとても励まされました。そしていつも投げ銭ありがとうございます。大切に動画作成に活用いたしますね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。